山下達郎です。私、7月、今年の7月から、東京を拠点に移して、引っ越して、お笑い活動をしていくことにしました。はい。そんなご報告の動画となっております。はい。それに伴って、6年以上ですね、お世話になった仙台 T ライズ事務所も抜けて、フリーでやっていくことになります。はい。 あのー、でも完全にフリーです。はい。なんか向こうで事務所の話があるとか、なんかお仕事の話があるとか、そういうことはもう一切ないです。もう全然内通者がいるとか、そんなことはなくて、もうゼロから。まあ0は言い過ぎかもしれないですけど、1、もないかな ?0.5 ぐらい、うん、なんかまあ一応知り合いの方とかね、仲間とかいるんで、その辺はちょっと、えー、そこまで心細くない部分ではあるんですけど、えー、で、ちょっと、踏み切ってスタートしようかなと思います。 はい。というご報告ですね。はい。まあ、どうですかね。ちょっと急なご報告みたいになってる人も多いと思うんで、ちょっと申し訳ないです。ただ、俺自身もこのギリギリまで悩んでたんで、このタイミングということに関しては、まあ、行こうっていうのは、前々が決めてたんですけど、ここっていうのはね。うん。で、その、俺、黙ってる期間も短い方がいいから。うん。だからこう、そこは自分の感情とか気持ちをね、えー、優先させてもらった部分はあります。うん。 っていう感じでね、まあ東京でやっていくんですけど、まあ仙台にもね、えー、ちょいちょい帰ってきます。まあ7月には引っ越しはするんですけど、もうすでに予定してるライブとかいろいろあるんで <laughs>、あの、仙台にも普通に帰ってきますし、あとね、えー、こっちの仙台の人がなんかでかいイベントとかやったら、こう、もちろん顔も出したいしっていう感じで、えー、本当に、この、なんつうのうん、好きなんで、この街人がね、うん。だからこそいたっていうのも、 大きいんですよむしろ何で今までいたかみたいな話になるんですけど、うん、本当にそこか仙台でお笑い始めた人って、まあ、大学生で大体始めてそっから卒業と同時に上京しますとか、まあ、卒業したらお笑いはいいかな普通に就職するっていうパターンがまあほぼほぼだったんですけどえっ、ー、と俺はその相手残って続けるっていうパターンを選んでみたんですようんなんかこう全然地元でもないしね、うん、ただなんとなくこう迎え入れてくれたし好きだし でここで売れるために頑張るっていう道もあるのかなと思って。うん、あのでも全国区でありたいっていう気持ちはもうそれはずっとあったんですよ。そのお笑い始めるぞってなって仙台に残るって決めて仙台行ってコロナ禍もいろいろあってその間もずっとあったんですけどあのー、段階として、まあ、仙台で例えば売れてでもまだその全国はここで売れない厳しいなってなったら上京しようかなとか。 うん、いうふうに、まあ甘く考えてた部分もあるんですけど。うん。でもまあいろいろ考えた結果、ちょっと環境を変えていかなきゃなと思って、気づいたら、もうこんな6年とかいて、で、現在地が、まあまあ正直あんまり変わってないと。うん。いう部分もあるので。うん。ここは一発、ね、いや、なんだろうな。なんか、夢、な,なんだろうな。これ言われたくないのが、その、あ、夢に、 踏み切ることになったんだね、みたいな感じ。ずっと夢は追ってたから、俺はっていうね。うん。ただ、そう。東京に行くことイコール、その夢追い人だけが夢追い人みたいな、うん。感覚は俺すごく嫌いで、なんかそこに対するアンチもあって残ってたとこもあるんですけど、もう天の弱気質なんで、基本的に。うん。だからそういう部分もあるんですけど、 だから自分の中では、まあ、ワクワクというか頑張るぞって気持ちはありますけど、なんかすごいも、急に燃え、気持ちが燃え上がり始めたとかではないです。はい。ただ、その今、仙台にいながらで、えー、その売れるための実際のアクションとかがそこまで伴ってなかったなって思う部分もあったんで、うん、そこはガラッと環境を変えてみようっていうことです。はい。あと、あの、こっちでなんかめちゃくちゃ嫌な思い、 仕事上でも、プライベート面でも。いや、それはいいこと悪いことだったけど、めっちゃショッキングな出来事があったから、ここ離れますとかっていうことでもないです。別に。はい。うん。っていうことですね。はい。ただまあ、30歳になる前に、向こうに行っといた方がいろいろ動きやすいだろうしとか、うん、そういう意味で、えー、このタイミングに、えー、なりました。うん。でもまあ、本当に仙台ちょくちょく帰ってきますし、あと YouTube r も 一切変わらず、えー、熱量、まあ、より高めてですね、えー、やっていきたいと思いますんで、えー、そちらの方もよろしくお願いします。今後ともお願いします。うん。俺はね、全然変わんないと思います。はい。俺とこの感じは多分ね、一生変わんないと思います。はい。なので、まあ、一応のご報告という感じです。はい。どうか今後ともよろしくお願いします。小田和正でした。